皆さんこんにちは、ッコです。それでは今回なんですけども、12月1月コンビニスマホ決済還元率ランキング、ローソンでは20%還元もありということで、この動画ではセブンイレブンファミリーマートローソンのコンビニ大手3社を主にピックアップして、どこで決済をしてどれぐらいの還元率かなのかを僕なりにトップ5にまとめて、それぞれの決済方法のキャンペーンなどを交えながらお伝えしていこうと思います。今月の、まあ、12月、そして来年の1月の分も含めております。まあ、一応これはキャッシュレス消費者還元は 一部抜いてるので、そこだけはご了承ください。それでは最初は12月のセブンイレブンからですね。まあ、12月もあと少しということなんですけども、ここはもう僕の大好きなお菓子、バナナチップスチョコを売ってるお店で有名なセブンイレブンということで、ランキングはこんな感じです。じゃんということで、12月はメルペイスマート払い5%、LINE ペイ0.5%から2%、ペ a ペイが1.5%、D 払いが0.5%、AU ペイ0.5%というこんな感じですね。まあ、今月のスマホ決済では、 セブンイレブンにて、目立ったキャンペーンを実施していないので。まあ、個人的には、もしスマ、すんセブンイレブンに行くなら、メルペイのスマート払いを使って5、五パーセント還元を受けるのが良さそうな感じですね。あと、ラインペイなんですけども、こちらはご自身のマイカラーによって還元率が変動するんですが。まあ、一応2、二パーセントの方もいらっしゃるのかなと思って、一応、二位にランクインしています。三位のペイペイなんですけども、還元率は安定の一点五パーセント還元ではありますが。多分、先月の十一月の大きなイベント、いい買い物の日に参加し。て 何かしらの購入をされた人はその分の還元などもあると思うので、その還元をうまく12月に使うのも良さそうかなと思います。あとは D 払いと AU ペイは同率の4位で0.5%還元ということですね。そしたら12月のファミリーマートです。行ってみましょう。じゃんということでこちらメルペイスマート払い ID 決済のみ5%、あとは LINE ペイ PayPayD 払い AU ペイという感じですね。まあ、なんと現時点で先ほどのセブンイレブンとランキングが一緒なんですよね。まあ、メルペイに関しては ID 決済のみ対応しているのでもし id 決済が使えない場合は PayPay あたりを使うのが一番還元率が高そうですねまああとファミリーマートではこちらの d ポイント最大20%還元が12月の25日まで開催がされているので、まあ、それと組み合わせて使えばさらにお得ですね、まあ、けどまあ今日ツイッターでですねちらほらとちょっと見かけたんですけどもあるファミリーマートではこの20%還元が終了しましたみたいな張り紙というようなこう画像付きのツイートを見かけ たのでもしかすると場合によっては終了が早くなりそうなのかもしれないなというふうに思いますけどこれは確実な情報ではないのでご了承ください。 そして次はこちら今月の12月残りの目玉でもあるローソンですね。じゃんということで、a u ペイ最大20%、そしてメルペイ、折り紙ペイ、ラインペイ、ペイペイこういう感じですね。そうなんですよ。昨日発表がありまして、こちらの a u ペイに関してはなんと最大で20%の還元がされます。これはニュースでもちょくちょく出た、ローソンと KDDI が業務提携を行ったことによって記念してのこうキャンペーンだそうです。ちなみに a u ペイに関しては全部のキャリアで使えるようになったので、 僕自身はソフトバンクユーザーなんですけども aupay もバッチリインストールして使えます。 キャンペーンの詳細に関しては概要欄に一応貼っておきます。いや、まあ、ここに来て本当20%還元っていうのは、やっぱりこう、嬉しいですよね。ちなみにこちらは12月の31日、今年いっぱいまで開催中です。あと残り2位はメルペイスマート払い、3位はオリガインペーの3%還元、そして LINE ペイペイペイという感じですね。まあ、意外とこのオリガミペーの3%還元というのも大きいですよね。以上が12月のコンビニランキングでした。引き続きまして、1月ですね。1月も意外と順位 変動ししままますそれではまずはずセブブンンイレブンからいってみましょうじゃんということで、楽天ペイ5%、メルペイ5%、ラインペイ、ペイペイ、イ d 払いという感じですね。まあ、楽天ペイはなんと言っても、この期間中ずっと5%還元のキャンペーンが1月から改めて復活します。上限は若干下がっていますが、1月になれば楽天ユーザーからしたらちょっと嬉しいお知らせかなと思います。そして、同率でメルペイもスマート払いのキャンペーンが1月いっぱい開催されてる

じゃんということで、au ペイ最大20%、楽天ペイ5%、メルペイ、ID 決済のみ5%、あとは LINE ペイペイペイという感じですね。なんと12月のローソンに引き続きまして、1月はファミリーマートで最大20%還元というのが始まります。この au ペイに関してですね。まあこちらは1月の7日から1月の20日まで、20日まで開催されてます。いやーまあ意外なところでこの au ペイというのが仕掛けてきますね。そして2位は楽天ペイ5% 続いてメルペイ、ラインペイ、ペイペイという感じですねそしたら最後1月のローソンですねじゃんということでペイペイ最大10%楽天ペイ5%、メルペイスマート払い5%あとは折り紙ペイ、ラインペイという感じですねこの1月のローソンでは このペイペイですね。1月の21日から1月の27日の1週間だけペイペイが最大10%還元のキャンペーンを開催するので、1位に持ってきました。ちなみにこのキャンペーンはソフトバンク、ワイモバイル、ヤフープレミアム会員の方は10%、通常のペイペイユーザーでも5%が還元されます。あとは同率で2位に楽天ペイメルペイのスマート払いという感じですね。以上が1月のコンビニスマホ決済ランキングでした。 まあそんなこんなで今回は12月の残り、そして来年1月のスマホ決済の還元率ランキングでした。まあ今回はスマホ決済に特化したので、この中には入れてはないんですけども、もしローソンを利用される方は、D ポイントを貯めたいという方であれば、D カードプリペイドを使えば3%の還元もされるので、まあその方法でも誰でもできるので良さそうかなと思います。いやまあ、先ほどお伝えしましたが、ここで AUP が意外とこう仕掛けてくるのはちょっと予想外でしたね。 ま、あとはこれまでに比べて還元率は下がっていますが、メルペのスマート払いや楽天ペの5%還元がちょっと生えてくる印象でした。一応下の概要欄に今回お伝えしたことと関連するキャンペーンのリンクを貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。